これが二人の出会いだった。大丈夫だよ、お前もいいパンチをしてるが、まあ勝てっこねえ。今はな、周りがどう思うかなんか関係ねえよ。殴り合うだけなんだよ。親父にピヨンに連れてこられた。これは孤独を抱える二人の男と絆を求める人々の刹那の物語。プロはバカじゃなれないんだよ。プロ？涙を。俺これまでろくなもんじゃなかった。でもボクシングだけはちゃんとやろうかなって思ってる。でもお前のこともちゃんとやる。何を？愛とか。新宿、一緒出てくか。私は生きるって決めたの。10歳のガキを捨ててな。何のために私たち生まれてくるんですかね。兄貴、目やけろ。クソ親父、何万回も怒られたんだろ。バルカンよ、本気で自分を変えたいなら上目指せね。しんちゃん、あなたと戦いたい。この秋、青春映画の歴史が変わる瞬間をあなたは目撃する。ああ、荒野。